はい、どうも皆さん、やがちゃちゃというわけでございまして、始まりの方、始まりそうじゃない方いらっしゃいませ。やがみごとやがみはやてでございます。というわけでございまして、クロントリガーもなんだかんだで実況を進めまして、もうパート10でございますか。さあ、というわけでございましてですね、前回までのお話というところを念のためご確認していきたいと思うわけでございますけども、ドリフトーンっていうのをね、手に入れなきゃいけないという話になったんですが、ドリフトーンはかなり昔のアイテムだったというわけでございまして、今回はですね、この時の最果ての、このですね、ね、BC6500 万年、不思議山へ行きますかというところで、とにかく昔に移動することでドリフトーンの行方を追っていきたいと思います。さあ、というわけでございまして、今まで行ったことない新しいマップでございますね。移動していきましょう。空中お疲れ。緑の鱗の肌。何こいつら。いきなりの戦闘でございますね。さあ、というわけでやっていきましょう。さあって、反作用ボムがまあ入ること、もう黒のは黙ってて、よいしょ。さあ、らに向かって、よいしょ。ねえ、魔法を覚えておくとね、こういうところでね、相手の弱点が分かったりすると効果的でございますね。まあ、ただね、分かってるっていうか、ただただ覚えてるだけの話なのでね、一周目の人からし気づきづらい話ではございますけども。さあって、二人が溜まったらもう一丁。はい、お疲れ。さあ、ファイヤー、アイスとファイヤー両方でもですね、打っていただいて、反作用ボムということで、なんかすごいよね。なんかあれでしょ、冷やした後に熱するみたいなことでしょ。さあ、無事戦闘が終わったわけでございますが、まだ湧いてくる。数が多すぎるわ。どうしよう、クロノ。お？なんだなんだ。おー、まさかのアニメーションでなんか始まったけども、何この野蛮なこと。鳥山明デザインだな。久しぶりに見てもめっちゃ鳥山明デザインだな。しかもあれね、あのドラゴンボールの頃の昔のいい時代の時のね。いやいや、やってあげてよ、やってあげてよ。黒のポカーンですよ。完全に黒のポカーンですよ。さて、おやおや、先ほどのアニメーションはドットになるとこういう感じになるらしいですね。強い。なんなのあの女。押した。残りがこっちに来るよ。さあさあ、というわけでね、なんかよくわからないやつがね、なんか結構一掃してくれたんですけども、全力ギリでも打っとこうかな。とりあえずあの子がね、がっつりと仕事をしてくれる間はですね、とりあえずクロノさんはどう。全力ギリ。あーでもギリギリで倒せるのね。ならよかった。さーて、シェルターもあるし、残りは MP もったいないから戦うでいいかな。よいしょ、落ちる。オッケー。さあ、というわけで無事なんとか木から出したようでございます。おやおや、何キャ。おお、クロノ強いな。お前、名はなんだ。クロユか、いいなら。あたいか、あたいの名はエイラだって。美人さんですね。エイラユウ、エイラ、強い男好きだから、エイラクロ好き。は、離れてよクロノ。偉いのに気に入られたわね、クロノ。お前たちも強い、エイラ、強いもの好き。男でも女でも。なんだ、そういうことか。私はその気はないわよ。クロたち、どっから来た。なんて言えばいいのかしら。明日の、ずーっと明日から来たのよ。お前、面白い。エイラ、面白いやつ好き。ダメだこりゃ。お前たち、村来る、歓迎する、宴やる、酒飲む、踊る、楽しい。行きたいのは山々なんだけど、ドリストーンっていう石を探してるのよ。石か。石いっぱい、そこにもここにも村にも、欲しければいっぱいある。さあ、井岡の村こっちついてこい、クロ。これヤガミにしてたらヤガって言われるんだろうね。
まあ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 、あれですね、四足歩行でございますね。もうついてけねえ方法でお前移動したけどもね。バーサクリング、バーサクリングか、バーサクリング、パワー手袋からバーサク、操作不能はいらねえわ。さーて、当たらないようにしていきたいな。レベリングは後で動画でやるからいいんだ。ボーンカット、よいしょ。戦闘はな、避けていきたいところなんだけど、なんだけど、どっと、うわ、もう、もう、な、いら、ああ、当たったことになるの？おい。さーて、それはスルーできた方がよくない？なんかもう儀式。よし。さーて、エイラはいずこへ？ね、というわけでございまして、進んでいきましょう。上側には、なんかあれですね、昔のテントのようなところがございますね。さあ、伊岡村のテントというわけでございますが、確かね、来いって言ってたのね、伊岡村って言ってましたからね、ここでしょうね。よいしょ。さあさあ、中には子供やら、もうずいぶん昔の格好ですね。あ、読めない。赤い石とても綺麗、お前見たいかね、ちょ、長が持ってると、ダサいその格好、お前のが出せよこの野郎。さーてさーて、赤い石持ってるって話がありましたね。お前恐竜人仲間か、やっつけるぞ。おー、なんかやばん。元気の水飲むか、飲むと元気もりもり。あ、いただけるのであれば、やったぜ。さーて、さらに恐竜人残酷冷血、恐竜人片鱗倒す、とても力得る。なるほど、この子たちとは違う、なんでしょう、民族として恐竜人っていうのがいるんですかね。まあ、なんとなくまだね、わからない感じがありますけども、上の方に行くと、おーっと、さらになんか門がありますけども、テントがありますので、おっと、この人ですね。あら、あんたか。来たか、クロ。もうすぐ夜来る。宴の用意できた。こっち、クロ。お？あらあら。みんな、聞け。新しい仲間できた。強い男、クロ。その仲間、マール、ルッカ。うっほほー。さあ、ボボンが踊る。これが、ボボンが。なんか、演奏してもらってますよ。なんかあれだね、なんか、エーラの成り損ないみたいのがいるね。キーの、お前ら、よそ者。エーラ、お前たち歓迎する、わからない。あらららら、なんかちょっと敵対心というか、なんかあんまり、なんだろう、この状況をなんか喜んでくれてないみたいだね。この音楽ずーっと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 先まで伝えたい。ほう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 。この音楽秋妙章で、ここで踊ってる子たちはボボンがコインがノインがホインが打たれや踊れ風たちと、ほうほう、山たちと、歌えや踊れこの一夜、風たちと山たちと、じゃあ君は一夜か、一夜だね、偶数に分かれたようですね。まあなんかね、随分とね、歓迎したパーティーを開いてくれてるみたいですよ。さーて、せっかくだから楽しもうよ、クロノ。参っちゃったわね、参っちゃったわねと言いながらご飯を頬張るルッカと、さてさて、あらあらね、ちゃんとあれだよね、ここでもうマールの社交心とルッカの引きこもり体質がすごい目に見てわかるっていうね。よいしょよいしょ、いけねえでやんの。さあ、クロも飲み食い、歌い踊れ。ほう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 、なんかもうパーティーがあってっていう状況でございますけども、下の方にも特にないですね。出ることもできない様子でございまして、改めて、なんか私とってもいい気持ちになってきちゃった。あれ、これはなんかね、なんか嫌な感じ。私もおーだろっと混ざった、全然違う方法で混ざった。でもケツ叩いたりしてる。ルッカはクロの早物いいです。なら私の杯が飲めないっての、飲みなさいよ。あー、ループ大きい。ほらほら、男でしょうが、一気にいきな、ググッと。いったいった、ググッといった。大丈夫か、お前前進しながらメガネ直し続けてる、大丈夫か。うっしゃー、ね、もうこれループね、これもうやるたんびに、こいつに走けるたびに飲まされて、飲まされるたんびに多分ルッカはえずく。いや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 、みんな出来上がってきましたけど。さて、
飲んでるか、クロ。これ特別な時飲むもの、岩石クラッシュいう飲み物。うまいぞ。きついぞ。エイラたち恐竜人戦ってる。恐竜人リーダーアザーラいう。アザーラとても頭いい。イオカの村、皆戦う。戦わないものラルバの村行く。ラルバの村どこかわからない。恐竜人からいつも逃げてる。アザーラ、イオカもラルバもなくすつもり。でもエイラ負けない。戦うのやめる。それエイラ死ぬとき。まあいい。今日クロ会えた嬉しい日。飲め、食え、歌え、踊れ。なんかなんだ、エイラもエイラでなんだかんだでなんだろう、結構めんどくさい状態というか、いろんなものをなんか抱えてるんだね。なるほど。さて、そうだクロ、お前たち探してるのこの赤い石か。これとても珍しい。この石強いやつの証。イオカの村で一番強いエイラだから、これエイラの。欲しければエイラと勝負。クロ勝ったらこれクロのもの。エイラと勝負するか。お、勝負。これたくさんたくさん持ってくる。今宴だから飲む。クロとエイラどっちがたくさん飲むか勝負。なるほど、急に勝負になりましたよ。では始めるぞ。連打だ。エイラ知ってるか、俺この年齢の中では叩きの連打早い方だぞ。ゴー。ガンガン連打していきましょうよ。よいしょと。確か9杯ぐらい飲めれば確か勝ちなんだよね。うおー、10杯ぐらい飲んでね。10杯ぐらい飲んでねえか。カウントをどっかにして。あ、なんか連打した。もういいクロ、お前の勝ちだ。この石お前のもの。勝ったみたい。クロよく飲んだ。最後にもう一杯、お前の強さ乾杯。じゃあ飲む。乾杯。あらあらあら、もう完全にみんな出来上がった状態になっておりますね。地獄のような目覚めだなお前ら。いたたたた。え、私そんなことしたの。嘘おっしゃい。けどなんでこんな頭痛いのよ。これ大丈夫か。おはようクロノ、昨夜はとっても楽しかったね。元気。そしてみんないない。ちょっと何よこの足跡。なくなってる。ゲートホルダーがなくなってる。この足跡の主がゲートホルダーを。あれがないと死ぬまでここで。冗談じゃないわ。エイラに聞いてみましょう。あらあら、ゲートホルダーがないのはまずいね。グガーグゴゴー、これはエイラ好き勝手寝てるね。起きて。なあ、クロ起きたか。岩石クラッシュ飲みすぎた。うっ、気持ち悪いところ悪いんだけど、寝てる間に大事なものを盗まれたみたいなの。何？きっと恐竜。恐竜人仕業。クロ、エイラと一緒に来い。まだ誰か来るか。さてここで編成ですが、エイラは固定。なるほどなるほど。こうなっちゃうと結局のところ全体回復があるので回転オーラ持ちってことで、黒のエイラもあるんですかね。村の中見たものいるはず。まず話聞く。黒イグブ。休まれた方がよろしいのでは。さーてというわけでございまして、改めてですが、ここのですね、誰かからヒントを聞かなきゃいけないですね。さーてさーて、広場には恐竜人の足跡だけ。確かにこの状況ですとまだね、足取りがつかめない感じがしますね。さーてさーて、家のところに入っていきましょう。ここ行かなかったね前日ね。よく来た。何持ってるか。キバハナビラツの羽2種類3個ずつ合わせて6個と武器防具1つ交換。お前何くれる。そうなんですよね、ここね、時代がね、現代じゃないんでお金の価値がないんですよ。
なんでいくら金を持っててもここではアイテムがもらえなくて、なおかつこれまあ後々に話すんですけど、ここで手に入るうちのアイテムの一部が限定のアイテムがあるんですよね、期間限定の。なんでまあ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 、あのコンプしたい系の人はここで下手するとちょっとバト何回もレベリングして素材は手に入れる必要があるかなってことですね。ね、お前のそのキラキラした石と交換っていうと、このだあのお金、あの回復系のアイテムのやつだけはあのギルが使えるので、まあここであのうまいことあの回復アイテム集められるかなというところですね。さあというわけで、花びらと牙、花びらと角、花びらと羽、牙と角でいろんなものがもらえると。まあまだまだありますね。一ついいこと教える、ルビーベスト火強い、着てるあまり熱くない。なるほど。で狩りの森で狩りする、花びら牙角羽集めると。で雨降った時とても珍しいモンスター出る。あ、なんか急に寝ときみたいになってきましたね。で恐竜みんな雷でビリビリ噛んで。なるほど。ということは恐竜は雷に弱いんですね。ロボを連れてけばいいと。連れてきませんね。というわけでございまして、ちょっと下側の人たちとも話していきましょう。よいしょ。キーノどこ行った？朝から姿見ない。あ、あの俺のことを嫌ってたやつ。俺見た恐竜人、広場から出てきた。南の迷いの森入った。迷いの森怖いとこ、道入り組んでるモンスターいっぱい、気をつける。なるほど、これは迷いの森に行かなきゃいけない空気っぽいですな。恐竜人手強い、これ持ってく。ポーションをいっぱいくれましたね。やつら足跡残し逃げた。足跡を追う、やつらいるとこわかる。元気の水飲むか。ごめん、もう飲んだわ、ごめんな。さーてさーて、さらに恐竜人残酷。あ、これは一緒ですね。ということは迷いの森に行かなきゃいけないことが分かりまして、ここから入れそうでございます。さあというわけでね、 BC 6500万年ってもう桁の表示バグったみたいになってますね。さーてさーて、一回ここでセーブしておきましょう。お金よいしょっと。さあというわけで迷いの森に進んでいきたいところでございますが、お、キーノ、ここで何してる？どうした？いえ、キーノ。ごめん、エーラ。黒たちのもの、キーノ盗んだ。なぜ取った？キーノ、エーラ好き一番。エーラ黒好き言う。キーノ、それ嫌。ちょっと、エーラ、そこまで。キーノ、なぜ殴られた？わかるか？エイラ、キーノ好き。違うから。それ違う。エイラ、キーノ一番好き。だからいけないことを許さない。それ違う。エイラ。ごめん、エイラ。ごめん、クロ。さあ、クロたちに大事なもの返す。ない。恐竜人、持っていかれた。恐竜人、どっち行った？この木の間、入っていった。エーラたち行く。キーの村戻る。エーラいないとき、キーの村守る。わかった、エーラ。キーの男。エーラ死んだら、エーラ死んだり子供できたら、キーのが長。エーラ？さあ恐竜人を追う。黒たち大事なもの取り返す。あれだね、片言のよくいる野蛮な感じのやつの雰囲気を醸し出しながら考えてることはしっかりしてるね、エイラ。さあというわけで迷いの森を進んでいきたいなと思うわけでございますが、ちょっとレベリングもしたいかな。でなおかつですけども、一部の素材交換とかもあったりするので、先にレベリングをしてきてしまった方がいい気がしないこともないんだよな。どこだっけ、どっかにあれだよね、素材がもらえる町っていうか狩り場があるんだよね。狩りの森みたいなのがあった気がするんだけど、どこだっけかな。まあ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 、新マップ出すしね。あんまりなんつうの、ストーリーばっかり進める感じじゃなくてね、ここはどんな感じなんだろうみたいな。ちなみにね、ここに関してはもう結局6500万年前なので、地形にね面影を感じることができたとしても、もうどこに何があるっていう感じは全然ないと思うので、なんかここ結局のところどこっていう感じになると思うんですよね。さーて、こっち上に行って、あ、これプテラの巣だから違うな。狩りの森、ここか。ここがなんか狩ったら素材が出やすいところじゃなかったっけ。一回ちょっとスルーしながら散策しようかな。ちょっとね、さすがにね、俺ね、ここのね時代が一番覚えてないんだよね。化石
ね、埋まってる化石だ。さあ上にも登れたりするのか。あ、ここ全然覚えてねえな。素材交換があってだるいってことしか覚えてねえわ。これこっちから、あ、こうか、このツタからいけるのか。で、そこにも沈んでるやつがいて、エンカウントはしたくないな。なるほど。じゃあちょっと本編進む前にですね、雨降ってきた。言うてるそばから雨降ってきた。なんかどっかに固定で3カ所ぐらいに現れちゃったっけ、レアモンスターが。あれ、どっかに雨降ってるよ、雨降ってるよ、雨降っていた。お前だ、お前、未来でもお前みたいな形のやつ見た。あ、音楽がさーって、うっ、トゥ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 、ちょっとそんな強かったっけ。一回エーラに撃つけど、エーラに撃つけど間に合わねえだろそれ。自分でさらに撃って、あー、でもほぼフル回復したか、強え。でまたエーラか、334。あ、1だけ残ってんのおかしくねえか。逆にそういう攻撃かもしかして。だ、とりあえず確実に HP 全開させていきながら、クロノで全力斬りを打ち込み続けたらどうだろう。さーて、でまた全力斬り、334だろ。あー、やっぱそういう技だろこれ。だからなんだろう、あー死にそう、怖いっていう技じゃねえの。だ、とりあえずクロノですげえ顔してる、あいつ。とりあえずクロノで全力斬りし続けてればなんとかなるんじゃねえかな。さーて回復していって、よいしょと、改めて全力斬り1000ぐらい与えてるけど落ち着かねえな。いや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 、まあケアルあるし、ここ宿屋の概念がすげえ薄いから、このマップはいいっちゃいいけど、いいっちゃいいけど、しんどみがあるな。よいしょ。どっかでね、なんか技打っていきたいんだけど、打つ余裕がないよね。だってここでね、そんだけ食らっちゃうんだもんね。だからケアルまたエーラに打って、みんながさ、あの右下にいるから、カーソルがすごい合わせづらいんだよね。でまた回復してもらっての全力斬り、よいしょ。あ、やっと終わった。で、クロのレベルは上がるし、エーラも技を覚えたし、マールがヘイスト覚えたんでかいね。お前ら強い、これあげる。花びら奇抜ね、花びら奇抜の羽を3個ずつもらった。いいねいいね、お前らほんと強い。ついでにこれもやる。サードアイをもらった。サードアイってなんだっけ。サードアイ装備品か。あった、回避能力2倍。クロントリガー何気に回避ゲーな部分あるんだよね。結構回避値反映されるんだよね、がっつりね。さーって、じゃあ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 、この後ね、マップが進んでいくっていうのもあるので、で、本当はですね、ちょっとこれ細かいあの実況の話なんですけど、このレベル帯だったら本当は、時の、あ、なんだっけ、あの真ん中のさ、狭間みたいなところの、あの、魔法イベントやりたかったんですよ。なんですけど、今ワープゲート、ワープポータルがないんで、レベリングしちゃうと多分レベル20代になっちゃって、覚えてるかな？あそこのなんか時計回りに3回回る部屋って、敵の、レベルに応じて、じゃあこっちのレベルに応じて敵の姿が変わるんだけど、1から9、10から19、20から29っていう感じになるので、多分これ10代抜けちゃうんですよ。なんでまあちょっと今回は魔法を諦めて、ちょっと次回に持ち越していこうかなっていう風に思っているところでございます。さあ、というわけでございましてですね、とりあえず私この後レベリングの作業に入りたいと思いますので、で、レベリングの作業に入って、まあ次回はここのアイテム交換所から始めるような感じにして、アイテムをさっともらってしまって、迷いの森で、取り返すものは取り返さなきゃいけないですし、とりあえずその恐竜人にやらなきゃいけないこともあるでしょうから、そういうところを見ていきたいと思うんですが、今回はちょっと20分ギリなところで申し訳ないですが、この辺とさせていただきまして、また次回動画で、物語の続きを見ていければなというふうに思っております。というわけで、ここまでのお相手は私ヤガミンこと矢上ハイテがお送りしました。 See you next time, stay tuned, bye bye.